これより会議を開きます。この際お諮りをいたします。鈴木貫君ほか9名発議にかかる第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会に関する決議案は発議者要求のとおり委員会審査を省略し日程に追加してこれを議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって本決議案を議題といたします。まず発議者の趣旨説明を求めます。鈴木貫君。ただいま議題となりました民主党新緑風会、自由民主党、無所属の会、公明党、みんなの党、生活の党、緑の党、日本維新の会、国民新党、新党改革の各派共同提案に係る第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会に関する決議案につきまして、発議者を代表して提案の趣旨をご説明申し上げます。まず案文を朗読いたします。第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会に関する決議案、オリンピック夏季競技大会及びパラリンピック競技大会の開催は、ロンドンオリンピック・パラリンピックに見られるよう、国民に夢と希望を与えるものである。また東日本大震災からの復興を世界に示すものであり、本年9月に開催地が決定される第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会を東京都に招致するため、政府・国会が一体となって取り組むべきである。右決議する。以上であります。オリンピックが世界共通の人類の文化であるスポーツを発展させ、また民族の相互理解や世界平和への貢献をしてきたことはご承知のとおりであります。多くのボランティアに支えられた昨年のロンドンオリンピック・パラリンピックにおいても、数多くの感動が生まれましたことは、国民の皆様の記憶に鮮明に残っているところです。1964年の東京オリンピックは、日本が戦後復興を見事に成し遂げたことを世界に示した大会でありました。それから56年経つ2020年において、再び日本においてオリンピックを開催することは、国民に夢と希望をもたらし、東日本大震災からの復興を示すものであります。第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の開催都市は、本年9月7日に開催される国際オリンピック委員会総会において決定されます。東京への招致を実現するためには、国民が心を一つにして招致活動に当たらなければその成功はありえません。そのことを私たちを含め関係者が強く認識して、政府・国会が一体となって取り組むべきであります。以上が本決議案を提案する趣旨であります。何とぞ皆様のご賛同を賜りますようお願いを申し上げます。
これより採決をいたします。本決議案の賛否について投票ボタンを押し願います。まもなく投票を終了いたします。これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数217、賛成212、反対5、よって本案は可決されました。ただいまの決議に対し文部科学大臣から発言を求められました。文部科学大臣下村博文君。ただいまのご決議に対し所信を申し述べます。第32回オリンピック競技大会、第16回パラリンピック競技大会を東京都に招致し、我が国において再び夏季オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会が開催されますことは、国民に夢と希望、感動を与え、また東日本大震災からの復興を示すものになると存じます。政府といたしましても、ただいまのご決議の趣旨を十分尊重いたしまして、招致の実現に最善の努力を払ってまいる所存でございます。